桜祭り際はここにあのちょうど両サイドに店などがあって人が多くに行き渡った。如今在日本福岛县，路边堆放的一个个装满污染物的黑色塑胶袋，取代了釜山犹太童年时的美好回忆。尽管多个地方政府宣布区域辐射量已恢复安全等级，鼓励民众可回归家园，但许多人仍有所顾忌，不愿返乡。2011年三一强震，震央位于宫城县外海，震源深度仅约24公里，属于浅层地震，不但让这场规模9的强烈大地震释放出的能量难以被地层吸收，强震引发的海啸更淹坏日本福岛第一核电厂的冷却系统，引发福岛核灾，让福岛居民不仅要面对家园破碎的困境，还要担心辐射对生活的影响。在三一强震之后，约有47万灾民疏散在外，虽然逐年递减，至今仍有4.2万人无法回家，其中约有3.6万人都是福岛居民。当年在福岛第一核电厂发生辐射外泄时，福岛县全县12%面积区域列为避难指示区，约16万5千人强制或自愿撤离。私もやっぱりもう70になるのでね、ここに住むというのは無理じゃないかなと思ってますね。インフラがない、買い物ができない、病院がないっていうと住めないんだろうなっていう想像はします。提早救治是2011年首批撤离福岛的居民，如今他宁愿在崎玉县当个菜农，也不愿重回福岛。その感が戻るのはしばらくかかるんじゃないですかね。やっとなんとか、まあ包丁を研げるようにはなってきましたけど、もう初めはひどかったですね。まあもう20匹くらい咲いてると包丁切れなくなりましたから。不过，在距离福岛核一厂仅9公里的浪江町，祖传三代的鳗鱼饭老店大方，去年悄悄回归。当年核灾引发的辐射外泄，迫使大方牙医抛下一切撤离家园，包括从祖父开业以来就日夜炖煮的鳗鱼饭酱汁。而随着2017年避难指示解除，他与妻子毅然决定返乡，希望熟悉的老味道能吸引更多福岛居民返乡。尽管在强震之后，日本政府强力动员各单位参与救灾。自卫队参与救灾人数更超过10万人，但是对不少福岛民众来说，政府的努力远远不够。お金で解決しないでよ。やっぱり人として見てほしい。家畜じゃないよ。私たちお金っていう餌をもらって、で黙ってしまいましたよね。でそういうことじゃないんだよねっていう、人間として生かしてくださいよ。所以它一番一代过的。目前福岛县仅约2%区域仍处于强制避难范围，但全面撤销强制避难令仍然遥遥无期。不少福岛民众对政府措施更深感不信任。归中心，综合点报道。